忙しい忙しい。ごめんください。おっと、お客さんか。杉谷へいらっしゃい。お兄ちゃん、見かけない顔だが、名前はなんて言うんだ。僕、のびのびた。今ライトの牧場に泊まっているんだ。それで、いろいろなところを見て回っているんだけど、ここはどういうお店なの？よくぞ聞いてくれた。そして、これは天使の会。釣り屋さんか。釣り屋さんって何を売っているの？巻き餌だな。巻くと、珍しい魚が釣りやすくなるぜ。釣りをするときは、ぜひ買っていってくれよな。うん、わかった。それにしても、なんだ、俺の顔に何かついているか。ううん、大したことじゃないんだけど。そりゃ、俺はアイス付属だからな。魚が大好きで、泳ぎが大得意。そんなわけで、アイス付属はみんな海沿いに住んでいるぜ。へえ、アイス付属ってすごいんだね。しかし、しまったな。せっかく来てくれたってのに、オリは。オリ？俺の一人息子だ。神さんのルルは今入院中で。ただいま。あれ、お客さんだ。ナイスタイミングだ、オリ。今、のび太がうちに来ていたんだ。ライト様の牧場に泊まっているらしい。ほら、挨拶だ。のび太さん？そう、のび太。のび太さん、僕はオリだよ。よろしくね。仲良くしてやってくれ。親バカかもしれないが、オリはめちゃくちゃいい子だぞ。もちろんだよ。よろしくね、オリ。うん。おっと、そうだ、忘れるところだった。巻き餌の話をしておいて、肝心の釣り竿を渡していなかったな。え、もしかして釣り竿をくれるの？ああ、そいつでたくさん魚を釣って、のび太が釣りを好きになってくれれば。俺用意しておくから、後で取りに来てくれ。わー、やったでな。お願い。おう。どうだ。うん。な。そうだ。頑張れよ。はい。それでな。よく来たな。また来いよ。
ましてね。ローバーダイニングへいらっしゃい。ここはガレットさんの料理屋よ。今席に案内するわね。メニューは何にする？あ、いや、今日は買い物に来たんじゃないんだ。僕、のび太。昨日からライトの牧場に泊まっていて、今日はこの町を見て回っているんだ。あなたがのび太くん？スネオくんからいろいろ聞いているわ。私はポピー、ローバーダイニングで働いているの。よろしくね。うん、よろしく。そっか、ここは料理屋さんなんだね。通りで美味しそうな匂いがすると思ったんだ。でしょ？ガレットさんの料理はほっぺが落ちるくらい美味しいのよ。うん。それと2階にはお客さんが泊まる部屋があって、宿屋も兼ねているんだけど。のび太くんたちは牧場に泊まっているんでしょ？だったらお部屋に泊まることはなさそうね。そうだね。ところで、さっきからポピーさんが言っているガレットさんって誰のこと？俺だ。お前がのび太だな。うわ、怖そうな人だな。うん、そうだよ。ガレットさんは厨房で料理を作っているの。ガレットさんの料理を食べたいときはカウンターの私に声をかけてね。他にも日替わりでレシピを売っているし、その季節に収穫できる作物も売っているわ。あと料理で使う道具とかね。料理で何か必要になったらここにいらっしゃい。わかった。町の連中はみんないいやつだ。わからないことがあっても必ず助けてくれるやつがいる。あれ、心配してくれてるのかな。わかったよ。ありがとう、ガレットさん。の友達だね。あの、のび、のび太だよ。よろしくね。はい、よろしく。私はベル。あともう一人が。おい、オリバー。オリバーだ。よろしく頼む。よろしくね。ところで、ジャイアンを知っているってことは。そう、ここは大工屋だ。僕たちは二人で大工屋を営んでいる。僕が設計をして、ベルが組み立てる。へえ、二人で作ってるんだ。仲がいい。
てしょうがないんだよ。だから私がいい感じにアレンジしてあげているのさ。余計なお世話だ。なんだって？まあとにかく建物を建てたいとか、家具お金と材料さえ持ってきてくれればめちゃくちゃいい感じに仕上げてあげるよ。木材なども売っている。材料を揃えるのが大変な時は買っていってくれ。いろいろ話してくれるんだ。のび太ちゃんたちは町一番の有名人だよ。噂通り見た目はイリマ族とほとんど同じなんだね。イリマ族？知らないかい？この町には4つの種族の人がいるんだよ。ライトちゃんたちはイリマ族、私みたいに鼻や耳が尖っていて。へえ、おばあさんとライトは種族が違うんだね。おっと、自己紹介もまだなのに長々と話してしまってごめんね。私はポムって言うんだよ。違う星はわからないことも多くていろいろ大変だろ。困った時はいつでもこのポムばあさんに相談してちょうだいな。大したことはできないかもしれないけど力になるからね。ありがとうなんてことはないさね。年寄りの一人暮らしは寂しくてね。のび太ちゃんがうちに来てくれれば私も嬉しいよ。そうだ、時間があるならうちでお茶でも飲んでいかないかい？うちの果樹園の果物で作ったお菓子をごちそうするよ。お菓子？わーやった！とっても美味しかった。ごちそうさまでした。美味しく食べてくれてありがとうね。このお菓子、ポムさんの果樹園で採れた果物を使っているんだっけ？そうさ、私が大事に育てたんだよ。のび太ちゃんは牧場に泊まっているんだろ？だったら牧場にうちの果樹を植えてみたらどうだい？果樹？季節によって違うけど、リンゴの木やらレモンの苗木をうちで買って畑に植えれば。へえ。ま、気が向いたら果樹やポムポムを、うん、よ
おや、君は初心だね。お、もしかして静香ちゃんのお友達かな。そうだよ、のび太って言うんだ。お兄さんは静香ちゃんを知っているの？うん、静香ちゃんはここでお手伝いをしてくれることになったんだ。ってことはここは、ロイド君、ちょっと。ああ、今行くよ。そうだ、せっかくだからステリーさんとルルついてきて。じゃあお薬を変えて経過を見ましょう。ありがとうございます。失礼します。入って。どうぞ。今この子が来てね、静香ちゃんのお友達の。僕のびのび太。ルルよ、よろしく。ステリーよ。僕はロイド、この病院で看護師をしているんだ。ステリーさんはお医者さん、ルルさんは患者さんで、ここに入院しているんだ。入院？どこか悪いの？病気のことを聞くのはあまり良くないわ。大丈夫ですよ、ステリーさん。のび太さんの言う通り、私はずっと体の具合が悪くて、ステリーさんたちにお世話になって。釣り屋にはもう行ったかしら？あそこが私の家よ。へえ。5歳の息子がいるの。一緒に遊んでくれると嬉しいわ。うん、もちろんだよ。元気に遊ぶのはいいけど、無理をしすぎて倒れたりしたら君も入院することになるからね。うん、気をつけるよ。そうならないためにステリーさんのドリンクを買っておくといいかもしれないわね。ステリーさんは優秀なお医者様でね、体力をつけるドリンクを作ってくれるのよ。別に優秀というわけじゃ。そんなことないよ、ステリーさんは勉強熱心で優秀なお医者さんだと思うな。ええ、そう思います。のび太くんは牧場に泊まっているんだっけ？それなら今後動物を飼うこともあるかもしれないよね。ステリーさんは動物の病気を治す薬も作っているんだ。飼っている動物が病気になっちゃったらその薬を飲ませるといいよ。動物まで治せるなんて、ステリーさんは本当にすごいんだね。困ったことがあったらいつでもおいで。はい。困ったことがなくても時々でいいから。うん、また来るよ。ありがとう、楽しみにしているわね。